俳優の坂口健太郎が主演するカンテレフジテレビ系ドラマ、シグナル長期未解決事件捜査班、12日。21時から22時9分まで最終回のパネル展が、大阪、カンテレ本社1階で行われることが決定した。期間は9から12日、11時から17時まで。千瀬美智子、ひらりと坂口健太郎イコールカンテレ提供このパネル展では、各話のシーン写真などを見ながら、現在と過去が複雑に交錯するドラマのポイントを一挙におさらいできる仕掛けを用意。最終回の見どころのほか、今回初出しとなる撮影オフショットなども展示される。さらに、会場内にあるカフェでは、坂口演じる主人公、ケントの大好物のオムラ。椅子にちなみ、ケントのスペシャルオムライス、税込み850円を販売。これを食べて、番組が指定したハッシュタグをつけて SNS に投稿すると、毎日先着50人に番組特製クリアファイル、非売品がプレゼントされる。12日に放送される最終回は、ケントの運命を変えた兄、リョータ、神尾楓珠の死の真相。大山、北村一輝の失踪の謎、さらには無線機がつながる理由などが明らかになる。北村一輝イコール同、本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。